あのー、あのー、一つ、えっ、ー、と、前の土日に沖縄行ったっていう話じゃないですか。旅行でね。うん、で、その日、日曜が母の日と被っちゃって、この間の土曜日、うん、改めて母の日をこうやったんですけどね。母親にね。まあ、その、エビスの。 え、ウエスティンホテル1階のランチビュッフェ。出た。予約してね。なんか行くって言ってましたよね、ポカポカで。バイキングだって言って。予約して行こうと。で、それが、とりあえずなんかその土曜日はもう休みだったんで、母親が朝うちに来てね。まあそこから行こうっていう話だったんですけども。まあ母親が、まあ9時半ぐらいに来たんですよね、朝のね。で、なんでそんな早く来たかというと、その日あのスピッツの、はい。 バンドの、はい、えー、ライブのチケット。これの一般発売が、10時からあったんですよ。はあ、で、あの、母親が、あのー、こう、スマホで、ね。うん。ま、その、チケット。チケットを、取るって言って。うん。これ、勇きも一緒にやろうみたいな。俺、うん、も一緒にやろうみたいな。勇 <laughs> きも一緒にやろうって、ね。うん。で、母親は、あのー、先行発売外れてるんですよね。はぁはぁはぁ。うん。はあはあうん その、なんか、ファンクラブ。うん。そうそう。ファンクラブ先行の発売が外れてて。で、絶対撮りたい。一般にかけてるみたいな。そんな好きなんだね、お母さん。いや、そう。めちゃくちゃライブ行きたいから、やっぱりね。で、9時半に来て。で、10時を待って。10時になったと同時に、一斉に入力スタートなんですけど、その前にね、なんか俺は、入力の練習してね。 ここ、こうやって。はいはいはい。うん。それ大事だからね、スピードがね。他の関係ないチケットで、あの、買うとこまで行かないで、ギリギリまで入力の練習して、キャンセル同じとこのやつで。うん、なんか違うアーティストのやつで。違うアーティストのやつで。同じサイトの別のアーティストでやって、で、で、10時になったと同時に、二人で一斉に入力をスタートしてね。俺はもう、 音速の速さで入力してね。パパパパパパって修行してるからね。そりゃ。で、これ2枚撮れたんですよ。で、しばらくして母親が、横でね、あーって、撮れなかったよ、ダメだこれ、みたいな。もう全然アクセスできないって言うから、ふふふっふっつって。撮れた画面をね、母親にバって見せたら、やばいやばいやばい 涙出そう涙出そうすごいな言っててね。すごいね。めちゃくちゃ喜んでましてね。すごいね。よかったとか言ってね。いい母の日だなねって。で、パッと、俺がね、この寝巻きだったんだけど、T シャツ見たら、ちょうどなんかスピッツの T シャツ俺着てて。で、母親に、ちょっと俺、分かっちゃったって。なんで俺が2枚取れたか分かった。見てくれって。 スピッツの T シャツ着てたからだよって言ったの、母親に。そしたら母親が、そうかもしんないって何その会話。そうかもしんない。ツッコミいるのその場に誰かツッコミ。そういうことだからどうしたその後どうするのうん、だよね、ってスピッツの神が見てたんだって。すごいよなぁ。仲いいね。その後も、 バイキング行くまでは、1時間半ぐらいあったんですよね。はい、で、12時に予約してたから、うん、まあ、その、出るまで1時間半,半ぐらいあまあまあで、ちょっとまあ、テレビ見ながらお茶飲んでてね。なんとなく俺が、なんか母親に、うん、あのさ、って言って、いつもなんか LINE してて、うん、あの、お母さんが、そういえば、とか、うん、てかさ、とかさ、うん、実は、 とかだけ一旦送ってきて。はあうん。で、次送ってくるのしばらく時間かかるときあるじゃん、みたいな。あれやめてくんないって言ったのなんか、でもわかる。わかるでしょ。それはなんかやるよね。やるやる。母親とかそうそう、あれちょっとやめてくんないって。あ、もう遅いんかな。え、そんなことあるとか言ってきて。いやいや、しょっちゅうあるよって言って。 でもあの、すぐ送ってるじゃん、その後、つって。いやいやいや、結構かかってる。<ー>うん。で、次送られてくるときの時間がこうね、あの、かかっちゃって、<ー>内容とか俺気になっちゃうねその時間,の間その間ね、確かに。その間の時間がね。あのさ、打つの遅いんだったら、<ー>手か差とかも全部入れて、打ち切ってから送ってくんない<ー>一緒でいい,、うん、いいよね、まあね。そしたら、 いや、いいでしょ、それぐらいみたいな。ちょっと、ちょっと始まっちゃった。え、な、何、意地になってんのって。いや、やめてよ。別にやめてくれればいいから。いいから。強いけどね。なんか、母親が、半笑いで、えいやいやいや、意地になってないからさ。うん。なってないからさ。うん。な、なんなの、それみたいな。うん。いやいや、じゃあ、 やめればいいじゃん、それって。別に。まあまあまあね。やめて済むことなのに、じゃじゃその、やめたくない理由は何なんですかって聞いた。なん。そしたら、そう。本当気短いよね、とか言ってきて。あ逆にいい。に対して。今、気短いとか関係ないですし、あの、まあ、全然、俺が気短いで全然いいんですけど、あの、最初に、あの、一言送ってくるの、やめてくんないって言ったうん。そしたら、いやいやいや。 うからほらやめればいいのやめないじゃんそれ意地になってるっていうことと一緒だからっていやめたくもない意地になってるとも思われたくないこれ本当どっちかにした方がいいよってキーンってなってねそりゃそうでしょう空気がキーンってなって母を詰めまくってるからそりゃ5分ぐらい黙ってねお互いね最悪の時間だよ 直前でスピッツのチケット取れて、うん、これからバイキング行く奴らとは思えない思えないね, <laughs> ね。最高の時間の、さすがったけどね。最高の時間の間に、スピッツバイキング。それが起こってる。<laughs> 最悪だよ。そう。うん。とりあえずもう、俺はもういいわ、つって、シャワー浴びに行ってね。わわ。うん、その沈黙のままそうん。もういいって、ぷいって。うわ で、シャア浴びてもうリセットして。で、もうテレビ見て笑ってるから、なんか母親も。母親は、母親でね、テレビでリセットして。そうじゃあもう行くかって言って。で、まあその時はもうリセットされてんだけどね。完全にリセットになっまあ全然リセットされてんだよ。そういうことの連続だから、うちなんて。 岩井親子は。まあ、そうだね。うん。で、母親の車でウエスティンホテル行ってね。うん。まあ、もう客たくさんいるわけなんですよね。ああ、まあ、そうか。人気だよな、それ。でもまあ、別に予約してたからすんなり入れてね。うん。バイキングはそりゃいいっすよね。あそこの高いでしょそれまあ、ある程度。本当に二人で一万四千円とか、その。かなすごいね。うん。で。そう。 もう飯もメ、デザートもいっぱいあるわね。で、最初前菜並ぼうなんて言って、うん、で、なんか前菜が最初の方並んでて、うん、で、並んでたら、うん、あがなんかそう前菜並んでる列の途中で、なんかローストビーフ、その、切ってくれて、うん、その皿に置いてくれてもらうところがあったんだけど、なそれくださいとか言って受け取っちゃって。うんうん その前菜の皿取れなくなっちゃってね。<laughs> その、並んでんのにな。なんでそれやっちゃうのって言って。ああああ一回置いてくるわって言って。え<っ>一回なんかその列を離れて<い><笑><笑>じゃあ俺も一番後ろ行かなきゃいけないじゃんって。<laughs> <laughs> いや、そんな強いでいは別にいいじゃん、残ってれば。祝いもこれが美味しいよとか説明しないといけないから、俺行ったこといから、なんか。ああ、なるほどね。そう。ああ、優しい。そうって言って。でも、あの、ま、前菜とか取って、食べてて。本当に、あの、チケット取れた後で行くバイクが最高だな、なんて言ってたけど。もうそうか。いい感じの空気だね、もうじゃあね。そうそう、いいね、なんて言って。で、ま、食いまして。 で、最後お茶飲んでたら、うん、あの、母親が今月の25日に誕生日なんですよ。で、何欲しいのって聞いたら、いや、これこれこういう服が欲しいんだよね。でって言うから、うんうん、いや、じゃあまあこの後じゃあ行くみたいな。買いにみたいな。で、行くことになってね、うんうん。で、渋谷の西部。 はい。うん。まで行って、俺がよく行く店に連れてってね。母親を。で、母親連れてきたんですよ、なんつって店員に。もう顔びっくりしたよね。うん。店員の。顔見知りの店員に。母親なんですよ。あお母さん。いつもお世なってますみたいな感じになって。で、なんかこう、これこれこういう服ありますかな、んつって。うん。いや、これどうですかみたいななんかいろいろ着てて。うん。で、気に入った服があって、うん。でもなんかサイズがなかったんだよ。はい。で、 あの、原宿店だったらありますね、みたいな。じゃあ、行くかってまた車で行ってね。そこもよく行くから。で、そこも行って、あの、母親なんですよ、みたいな。そもいまあそうね。各店舗で紹介しないとかて。あ、だった、あ、みたいな。感じになって。で、サイズ合うやつ取り置きしてもらってたから、またそれ着てみて、あ、いいじゃん、みたいな。じゃあこれ買おうよ、みたいな。で、俺お会計してたのね。 で、まあ、なんかしばらくなんかその領収書もらってたりなんかしてたら、うん、あの、終わって母親の方行ったら、そこの店のなんか一番若い店員とすっごいなんか喋り込んでて、うん、<laughs> <laughs> うん。えな、何やってんのって言ったら、うん、ちょっとおしゃべり、みたいな。うん うん、感じって何話してたのって言ったら、あの、ちょっとまあ、昔の原宿のことについて話してた。昔の原宿のこと私も最近、も昔行ってたから、みたいな。うん、アパレルやってたみたいな。ああ、そうなんだ。なんかアパレルショップの店長やってたんだよね、昔ね。あそうなんそう。<ー>あれやってたから、みたいな。うん。なんかその、息子のよく行く店の店員と話し込むのはあんまりやめてほしいお前、お前連れてって、紹介してるからま、うん、<laughs> まあ、すごい話し込まない。いや、まあ。 まあいいけど、別に、ちょっと話すぐらいは、なんか、ぐっと話し込まれる方欲しい、うん、<laughs> お互い、店員さんも、岩井さんの、お母様だからちゃんと、使わなきゃ、とかもあるだろうしね。いや、それは接客しないといけないから、母親からぐいぐい話しかけに行ってんのは明白だからさ。母親母親で、息子がいつもお世話になってるお店だから、っていう気持ちもあるだろうか、ね、関係ない話はしない,欲しいなつって で、その後どうしようかって言ったら、うん、下北でスピッツのイベントやってるって言って、うん、なんか下北の街ごと、なんかスピッツがなんかコラボをしてて、いろんな店になんかスピッツのノベルティが置いてあったりとか、<ー>あとなんかこう、スピッツのあの音声が聞ける、なんかこの QR コードみたいのが、下北の街に4つ隠れてて、それを探せば、あの、メンバーの音声が聞ける。 なんかアルバム出たからって。あ、そうだね。あの、それのプロモーションの一環だと思うんですけれども。で、それを練り歩いて集めてね。ああ、あったなって言って。うん。二人でこうやってキキ聞いたりなんかして。オタクの行動。みいたいね、そのね。二人で。で、四つ集め切って。うわ、よかったなんて言ってね。うん。で、母親、帰るね、みたいな。うん。で、車で、あの、帰る瞬間にね。うん。またねーなんつって。 車はこう乗り込んで、で、ドア閉める瞬間に、良き日だったって言ってましたよ。かっこいいうん。えわ、殿様になって。お母さん、殿様になって。良き日だったって言って。お母さん、一日で殿様になって。殿様になって、ブーンって帰ってきましたけどね。殿様自ら運転して。そうですね。すごいな。いい母の日になったんじゃないですか。まあ、喧嘩から、

そろそろお別れのお時間ですラジオクラウドのほかアップルポッドキャストス s p o t i f y a m a z o n m u s i などでアフタートークを配信しています配信はこの後深夜3時くらいになりますこちらもぜひお聴きください、はい、いいいいですね母の日としてはね、うんはい、そうです、ね、それなんかもうよき良き日だったで、はい、何ももう祝いは返さずだね言葉はもう,、うんうね、バーンって言っちゃったんだけど、ねうん、すごいね、うん、いや、まあ、いもうい <laughs> いや引いちゃうわ自分の母が良き日だったっ <laughs> <laughs> えってえってなるのよなすごいねフレーズチョイスはねかなり満足してたよねだってチケットも取れてバイキング行ってスピッツのイベント行って服買ってもらえてんだから確かに子供みたいなねもう何ね全部やってもらってねそうだよね最高だろうねちんの子供だよ。本当だよね全部至れり尽くせりそれを子供がやってくれたんだからそりゃ ししたんだよな、な、な、そううかも素晴らしい、ね。いいね、ですじゃあもうライブも時期行、はい、きますね行くはいああそうです、ね、<laughs> いいですねということですべ、えー、てのお手続きは ht.tbs.co.jph ハライチの岩井ゆきですサあビュです毎週木曜深夜零時から放送しているハライチのターンアフタートークですお邪魔しまーすすごいのやっぱりビュッフェあすごいようん んかすごい目玉そのローストビーフが、うん、まあまあ目玉は目玉それの上があんのまあそのローストビーフローストポークあとラムおーローストもありますし、ね、ラムね、はいそれさすがだねあとシューマイがすっごいおいしいへえ<ー>、うん、いっぱいのがだから天津系がこうはい何和洋中ありますねなるほどね 俺がでも一番うまいと思ってるのは、なんかこう、ローストビーフについてくる、あの、マッシュポテトを揚げたみたいなやつがあるんだけど、マッシュポテトをこうなくて、なんて言うんだろうな、ホイップクリームみたいに絞って、それを揚げたやつあはそれがめっちゃうまいんだよな。サイドもサイドでしょ、そいつ。えそのビュッフェの中でも。本当それは、その、ローストビーフ、 一枚につき、一枚ぐらいついてくる。ああ。ちょ、五個もらっていいですかって言って、五個とかもらって。くるんだ、五個。さすがだよね、ビッフェは。そう。その辺の。これ、うまいんですよね。サービスが。はい。これ、この写真があるんですけどね。いわゆるこのローストビーフ。うわなるほどこれうまいんですよ。すごいわ肉のやっぱレベルが。はい。その、え、このこの、え、ちょっと肉。肉がさ、ドリルポテトこの。いや、わかるポテトすごいよはい。肉がさ、うん。 通常のなんかローストビーフの赤い感じはピンクのさピンクよす,すごいいい感じでさ本当に低温でちゃんとやってる感じそうそうで肉を見たいのにさ、うんはい、そドリルのポテトがさ占領、うん、してきちゃってなかローストビーフの <laughs> ローストビーフと同じぐらいあるからね <laughs> そう,そう存在感がね、うん、主役はローストビーフのはずだから、はい、これめちゃくちゃうまいっすよね<ー>いやー最高でしたねデザートもすごいしなそういうところね、うん、そういいねいいね また、なんか、スピッツ最近アクリルスタンド出してたの。へへなんかもう、なんかスピッツって若いっていうか、うん、なんて言えばいいんだろうな、あのー、<coughs> そういう、その若いことも別にいとわないっていうか、なんかそもそもが、なんか、2年に1回ぐらいのスパンで、うん あののキャリアアでルバム出ししておかくまあちょっとすごすぎるね確かにねそんなバンドほぼいないでしょだって大ベテランじゃんいないうん当だわそうああで出してるしアクスタとかも出してみたしみたいな確かにそういうのもやっぱ決めてんのかな草野さんを中心にそう寛容になんか なんかスピッツがさ、うん、他のバンドと対バンする時も、うん、あんま先輩感ないんだよね <laughs> <ー>、うん、なんか、うん、同等のバンドとしてやってるような感じがスピッツにはなんかあってああでそのアクスタをみんなさやっぱ持ってんのアクスタだちなみに何なのその、うん、メンバーのそうメンバーの実写のこのメンバーの4人の 4人が並んでるアクリルスタンドがあって一個一個取り外せるんだけどこれをみんななんかやっぱり持って飲み物とかと一緒に取ったりそういうことだよねなんかそのなんかさあの20代ぐらいのバンドのファンがやるようなことなんかね だなとだ、ね、いや確かに、うん。でもそれも楽しいななんてみんなやってんだけどそれをこう今のそのスピッツベテランのね、うん、がやるからまあ、うん、なんか逆にいいよねい,やいいけどねうん、うん、そうなんですよねいいねそれ母親とおんなじ趣味だったらねうんそう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 、うん、っていう感じでしたね <laughs> 母の日あれはあれも行くでしょだってコナンのコナンの映画は行ったんだっけ、うん コナンの映画まだ行ってないっすもう行くでしょもう行くと思いますけどそれ何も言わないの父親は出てこないその「ユウ俺も俺もどこかに連れてって出てこないだから嫉妬というかなんか父親も来る時あるよ別にああ3人3人でっていううちに来る時もあるしねうん人あお母さんと一緒にそうそうそうへえうん こ来てたもんねポカポカああちょっと前に来てました久しぶりに会ったお父さん父親ねうんそうそうそう怖かったな柄悪いからね柄はまあ悪いよねずっとうんそうねおおって「お久しぶりですお父さん」っつって「ああいやいなって お前、うちの親父も声ちっちゃいけど、お前、うちのお父さん、まあ、ちっちゃいはちっちゃいですね。ちっちゃい、うん。そうそうそう。なんか、んなんて言えばいいのかな。サーメン女父親は、ちょっと、気弱そうな小ささなんだけど、なんか、柄悪い小ささなんだよ、うちの親父は。ああ、だろうね。そこは違うね。違う種類のね。 確かにな。ということなんですけどね。なんかあれもあったよね。なんか社長のさ、渡辺の社長の召し替みたいなやつもね、この間。なんかフジテレビのぽかぽかのね、スタッフさんとかもありましたね。ありましたね。あそこもなんかいいとこでしたよね。いや、それやっぱね、すごいとこだったね、この店ね。 びっくりしたんですけどやっぱフジテレビだなと思ったんですけど、うん、そのな何人ぐらいかな89人ぐらいスタッフさん来たよね、うんうん、誰もちゃんとした格好しなかったもんね <laughs> <笑><笑>めちゃくちゃいいとこなんだよめちゃくちゃいいとこだよねそう、うんうん、誰もまあまあ、まあ、エリー付きの、うん、まあシャツの人もいたけど、うんうん、まあね、うん、その T シャツとか、はい そのくたくたのね白い T シャツとかね澤部さんも T シャツです私も T シャツです少なかったですよちゃんとした格好本当に少なかった少なかったですねやっぱジャケットは必要なんじゃないですかああそうなんですよねだからなんか本当に必要な時ジャケットがやっぱない私 そのカジュアルだからもうスーツとかなっちゃうね、はい、あどうすればいいんだろうねだからそのお前が持ってそうなジャケットって、うん、その面のステッチ入ってるみたいですもん、ねうん、だからそのアメカジみたいな、ね、アメカジのいわゆるそうそうそう、うんうん、そっちになっちゃう、ねうんだよねスイングトップみたいなこのね 俺は別にいっぱい持ってるけどねジャケットみたいなね難しいですよねないでしょだってモチベーションもじゃあそういうとこお呼ばれして T シャツとキャップできちゃうでしょ一回も思い浮かばないえなんかちゃんとした格好で行かないといけないからっていうこと思い浮かぶでもないんだもん一個買えよないからそれもしょうがないよ一個買えばいいじゃん なもう大丈夫大丈夫って仲間内の食事大丈夫お店の人も許してくれる大丈夫ってそうか道枝さん宗岡さんの結婚式レンタルスーツなんかそうかどんなん着てたっけなんかそうかああそうえスーツもないってことですねだからねああそれこそ俺スーツ作ったよおおだから言ってた このそのスピッツのあのああ言ってたねファンクラブイベントで、うん、そのアンコールみんなスーツ着て出てきた、うん、でそのスーツ着て出てくる前にそのスーツを作るそのドキュメント映像みたいなのが流れて、うん、そのスーツで出てくるででまあそこのスーツをこのオーダーしようと俺も思って、うん、その店に行ったんですよ、うんうん テラーってととここねいいだよ行ったらこないだ予約してね行ったらそこの店員さんが「いやまさか予約名で岩井さんって入っててまさかと思ったんですけどご本人とは」ってなって「アフタートークで聞きました」ってアフタートーク聞いてた麻布テーラーの方がはあびっくりしちゃってね。 そそうそうすごいな、うん、やっぱりこうスピッツさんたちが着てた、うん、4人が着てた肩でオーダーする人とかもいるみたいな,なるほど、うん、そうそうだね確かにねそ,う、うん、それも一応やってくれんだそういうのももちろんこう、はいうん、はあそうねい,いいじゃないですかモチベーションも作,作りますアザブテイラーでうん 作らねえなまあ一着はね確かにねでもこの間言われたわなんか「ラジオ聞いてます」みたいな「なんか作ってもらえないですか?」って「グッズでも何でもいいんですけど」って「何にもないんで」って言われてね「そのラジオ聞いてます」って言われた人からははははあリスナーがみたいなんか欲しいからってこと ああ。ねまあねえ。あ、そうだ、笛あるからね。緑安全さんが作った番組特選笛ありますから。それだから、ユートピア、アフタートークにメール送って、採用されれば、笛もらえますんで。だいぶ狭きもんなんだよな、これ。それ頑張ってください。でも、どうなん狭きもんなんかなアフタートーク。読まない 全然読まない,いで2030分しゃべってるからそうか狭き門になっちゃう <laughs> んだ。